外に行っても気分転換できない自分がいたりしたんですけど、皆さんこんにちは。妊活のお話から、前回は、息抜きに勝ち回り行くっていうね、キャンプ場に行ったっていうお話じゃないけどシーンをシェアさせてもらいましたが、引き続き3日目、デンマークをイメージした欧州かな、なんかデンマーク村みたいな、なんかそんなところを、巡ってきたので、そんなお話と、あと3日間ねお家を離れてみて感じたことをまたお話ししたいなと思っています。よかったら最後まで見てください。おはようございます。今移動してカチュマレイクからソルバンクという町というか町から移動中です。ガソリンがちょっと安いっぽいよこんな感じの町ね。あ、CBS、 綺麗な CBS。 デンマークのって言ったらいいでしょ。うん、もうパンしか思い出せないよねだからデンマーク風パンってことなんだよね。うん、いい匂いする。軽くもうねキャビンで食べてるんだけどね。いい感じだよ。ちょっと雲がこれね暑いけど朝こんな感じなのいつも。今10時前かな。うん、10時前。うん、お、帽子屋さん。あ、中にも入ってる人いるんだね。へえ、なんか雰囲気がやっぱ可愛いね。うん、デニッシュのお店可愛いね。今やってる時間じゃないけどすごくこれ雰囲気が可愛いのとおしゃれなのと長さんがわーいいい感じですよ。サブウェイとかもおしゃれじゃないか。長さんはお仕事の時間だからちょっと仕事場を確保しました。これからお仕事の長さんとはここでお別れして、私とお友達カップル3人でソルバングのダウンタウンをふらっと散策してきました。シナサンドイッチとクラムチャウダー。スマッチョのフレッシュフライ。すごいでかいじゃん。甘そう。And what about the pepper? I have a one dark pineapple dark. Okay, that is it.ラーメン屋さんそうと今からちょっと車に戻って歯磨きしたいの。歯ブラシを取ってきて、長さんはまだ仕事なのでトイレでちょっとぐるぐるしようかなって思ってます。
長さんはそこで仕事をしています。いい天気になってきた。みんなマスクをしながらなんか観光してますね。この通りに行ったら見えるから、ここから。はいはい、もう撮ってるし。そこにちょっとプレッツェルみたいなのが見えるでしょ。見えるでしょ。はいはい、あれベーカリー。入りたいと思います。めっちゃでっかい顔の近くにハワード7ドルぐらいかな。7ドルぐらいですか。はい、というわけで長く前編後編と見てくださった皆さんありがとうございます。あの旅ブログとかね、旅動画って私のチャンネルではあんまり人気がないというか、まあ出かけてもね、また家に戻らなきゃいけないからとか、なんかそういうことをね思ったりね、旅行中に考えたりとか、そういうこともありましたけど、まあ、振り返ってみて感じたことを今からお話したいなと思います。ちょっと撮影してなかったんですけど、レイクの周りがトレイル、登山道で自然散策ができるんですけど、まあ、マップ上ではどうなってるかわからないって、それがなだらかなのか急な坂道とかあるのかわからない状況で行ってみようっていうので、半分ぐらいまで行って戻ってくるっていう感じで、まあ、時間がなかったので、あの私も体力的に心配だったので一応行ってきたんですけど、まあ、やっぱりね、あのちょっと体力とか落ちてて出血もちょっとやっぱり心配になってくる感じがしたので、途中で長さんにあんまり早くみんなについていけないかもしれないとか伝えていたので、ゆっくりねペース落として歩いてくれたり、お友達カップルが先に行ってもいいようにね声をかけてくれていたり、なんかパートナーと歩くことで登山道がね人生だとしたら途中大変なこともたくさんあるじゃないですか。登山道で岩がすごいところとかさ、坂がすごくなってたり、またその上り坂がきつくなったりとかね、そういったところで相手をね気遣って大丈夫って言ってもらったり声かけてくれたりとか、なんかそういうので長さんに手引っ張ってもらったりとか、なんかそういうのでね、あ、この人と結婚してよかったなってすごい感じました。夫婦になるとやっぱり途中で突っ走っちゃう人もいるじゃないですかでも相手をね、なんか大丈夫って相手のことを考えれたりとか気にかけてくれたりだとか、なんかそういった確認とかがしてもらえるのって夫婦だから当たり前でしょって思うかもしれないんですけど、実際そうじゃない人たちもいると思うし、そういうことで悩む人、方向性が変わってきちゃったりとかね、なんか新たにパートナー見つけちゃったりとか、そういうね、なんかことを考えていたら、良かったなと思って、最初はもうなんか歩くの無理かもとかって言ってたんですけど、まあ、先行ってみないとわからないっていうか、で一緒になってパートナーがいるってことは自分の欲とか自分のがわがままを通せないっていうのかな、なんか相手も頑張ってるから自分もちょっと抑えなきゃなとか、そういったねスキルが養えるようになるっていうか、一人でいることも必要なんで、一人の時間っていうのかな、必要ですけど、そういうのがねパートナーといることでそのスキルが養っていけるっていうのはやっぱりありがたいことだなっていうのを、一人じゃないからね寂しくもないし感じましたね。あといろんなことに対してないものねだりだなっていうのをつくづく感じました。例えば今回ね妊娠したけどダメだったっていうね、ないものに目がいってしまう。だからといって私の場合はお子さんがいる人に対してすごい嫉妬心があるとかそういうのはないんですけど、自分が劣っているとかね、ない、自分にはできないとか、そういうことに注目しがちになってしまうんですけど、まあ、あるものに目を向けた時に、あ、私には
パートナーがいる、まあ妊娠することはパートナーがいないとやっぱりおかしな話になってきちゃうんであれですけど、妊娠した時でもパートナーがあんまり寄り添ってくれない人も中には いるじゃないですか。だからそういうことを振り返ると、まあ、すごく寄り添ってもらえたのはすごく心強かったし、エマージェンシールームに入ってた時も本当だったら一人でいなきゃいけないのに長さんも入れてもらえて、あの不安な気持ちがねちょっと和らいだりとか、なんかそういうことを感じられたのもあります。で、あの外に行っても気分転換できない自分がいたりしたんですけど、やっぱり外に行ってみるとその時にしか感じられないこととかね、景色を見たりだとかいろんな人たちと会ったりすること、新たな発見とかあったりして、また頑張ろうかなって思えるっていうのはね、どうせこれをやっても無駄みたいな、なんかそういうマイナスな自分から少し抜け出せたかなって思えるようになりました。やっぱりほんとね、あの流産した直後ってホルモンバランスめちゃくちゃなのかわかんないんですけど、考え方がどうしてもマイナスな感じなんですよね。なのであのすごく暗いことをねずっと悶々と考えてしまったりとかするんですけど、時間が経ってきてその旅行したことも振り返るとあの時って良かったなって思ったし、思い出になったですよね。こんなコロナの中であの行動が制限されてますけど、キャンプ場っていうところでね、空気のいいところで自然を眺めたりすることで癒されたなっていうのを感じました。だからこれをやってもしょうがないとか、あれをやっても無駄とか、なんかつまずいてる時になんかもう終わりが見えない、目処が立たない、私の場合キッチンが欲しいとか、いろいろないものないものとかね、その見えないものに対する不安はすごくあっても、目の前にあるね、なんかもう花を見れるぐらいの余裕を持てるように自分にね、ちょっとした気分転換を心がけて深呼吸して前を向いていきたいなと思いました。うん、諦めちゃいけないなっていうのをね感じました。というわけで、もし何かつまずいてらっしゃる方がもしこれを見てくださっていたら、うん、諦めないで、でも頑張りすぎないように一緒にね、あの、まあ、旅の動画見てもしょうがないと思う人いるかもしれないんですけど、まあ、行くことができないねシーンをみんなにシェアできたらいいなって思っています。最後まで見てくださってありがとうございます。このソルバングに行った後にあの渋滞避けるためにまたあのサウザンドオークスっていうところに寄ってご飯食べたので、そのシーンも少しだけよかったら見てください。それではまた次回の動画まで、ね、See you next time. バイバイ。これは何ロールだっけ？フレッシュロールね。ホットソースかな。チャーハン。すごい。うん、甘いけどね、ちょっと。ちょっとね、甘めなんだけど。旨味もここに入れてね。あ、そういうこと。どうしたの？惜しかった。